あ、もしもし。ああ、すいません。えっ、ー、とですね、3月11日までに、はい、教科書会社から、こう、金品をもらった職員を明らかにせよということで、もう報告は済んでおられると思うんですけど、はいはい。あ、奈良市在住の小笠原と申しますけども、一般市民です。22日の、奈良新聞の一面に載ってた件で今お伺いの電話してるんです。ああ、なるほど。ちょっと申し訳ない。今ですね、はいはい。この建物というのが、ええ、外しておりまして。いつ頃お戻りになられますかね。ちょっと今、いろいろ調整等に走っているので、あ、ほんだら、また改めてお電話させてもらおうかなと思うんですけど、うん、少なくとも、その、札幌とかでは、北海道では全部、公開されたんですよ、この調査結果をね。はい、で、奈良市さんはなぜしていないのかということと、で、3月に退職される職員の方もたくさんおられるということなんだけど、奈良市の、その、懲戒処分に関する指針を今、まあ見てるんですけどね、これをお金もらった場合は、免職ってなってますよ。ねえ、だからこれは、ちゃんと適正に処分してもらうのと、で、なんで東京書籍なんですかということと、その3点ぐらいですかね、お伺いしたいのは。メモっていただきました。ねえ、これはあれですか、はいはい。教科書が、うん。ここなのかっていう。そうそう、南京大虐殺って、こう、一番丁寧に書いてるの東京書籍さんなんで、なんでここ、かと、なんかな、ということで。ああ、なるほど。ちょっと最後の人もしかしてちょっと担当が変わるので、また別個で。はい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 。ご回答とかになるかもしれないですね。そうですね。もう言うてる間に、文科省も調査結果発表されるやろうから、それまでにやっぱり調査結果は奈良市さんの教育委員会のところで提示しておいた方がいいと思いますよ。ちょっと申し訳ない、私もちょっと中身全然よく分かってないので、とりあえず分かるものにお伝えさせていただきまして、はい、またお電話をいただけるということですか。そうですね、またいつ。はいはい。バタバタでですね。ええ。目の前席には入れませんので。はいはい。またこちらからご連絡させますがよろしいですか。うん、いや、こっちからはまた電話させていただきます。そうです。はい。それとね、それとね、もう何言おうと思ったか忘れてしまった。小学校での、国家の、教えるとか何年生ぐらいから教えるのか分かります？また違うかになります？でもちょっと内容については先生のことに関することはこちらの教職員が担当なんですが、ええ、ただ内容ですとか、ええ、その教育の中身とかについてはこちらではないんです、ね、うん、あ、違うんですか。詳しいお答えっていうのはちょっとこの課からは直接は出しかねますので、はい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 、はい、それ調整して答えできるのかどうかっていうのはどうですこの収賄事件に関して結構電話とかかかってるんですかね、そちらの方には。私自身はあまりちょっと受けてはいないので。あ、そうですか、はい、またお電話差し上げますけど、とにかくそのお金をもらった事実があったら、とりあえず、ね、その免職までいけるかどうか分かりませんけど、解雇ぐらいは全部にね、してもらわないと、やっぱダメだと思うんで、その辺だけ、とりあえず、また電話しますけど、お伝えください。はい、あったことだけお伝えはさせていただきます。はい。はい、はい、よろしくお願いします。はい、失礼いたします。うわ、何も言わんと切りよった。